どうもみたらしです。どうもずんどうです。今年もいや違う、これもさっきこの間やりましたね。今日もやったんで、ね、よろしくお願いしますわね。はい、はいはいはい、もうやったんでお願いすぎですよ。はい、ぬるっと始めていきたいと思います。うん、今日はあれですよ、念願のあの企画ですよ。念願のあの企画、あの毎回やろうってなって、うん、いやまだだっていうね、まだ今じゃないっていう謎のタイムがかかってしばらく寝かせておいた話があるんですけど、うんうすねうん、僕この間やこの間かな、うん、もう全てが曖昧なんですけど昔すぎて、はい、ある時ふと思ったわけですよ私は、うん、夜のなんちゃらって言うじゃないですか、よく夜のはいはいはい、大人のとか、あそうですね大人のになってくるともうだいぶ意味がね固定されてくるんですけど、はいうん、夜のなんちゃらはだって別に夜じゃないですか。そうね、ただの大人の、でも夜の大人のですけどね。あまあねまあでもそれはあれですよね、はい、アダルトって聞くだけでなんかいかがわしい気分になるっていう。確かに確かに、横文字にすると一気にねなんかあの電気屋の AV 機器っていうところを見てちょっとドキドキするみたいなあると思うんですけど、ね、でなんかその夜のなんちゃらとか、あと、うん、あの俺のなんちゃらっていうねコンビニのスイーツのシリーズとかが昔流行ったと思うんですけど、はいはいはい、あれもねあのタイはないんですよ一切、うんうん、あの男の人向けの商品という意味で、まあ、俺のシリーズがあったんですけど、うんですね、でもなんか、うん、何でもない単語に、うん、なんか俺のとかあの、うん、夜のってつけるだけで、うん、なんかちょっといかがわしい感出るなって思ったんですよ。なるほどね、もう煩悩の塊ですよいや多分これはでも僕だけじゃないと思うんですよ、皆さんも煩悩が今喋ってますもうね煩悩をあのジョヤの鐘で振り落としきれなかった、うん、今日はね煩悩と寸胴でお送りしますちょっとうまいですねありがとうございます、はい、いい踏んでますということで、そのということで、はい、ギリギリのラインを見極めたい、うんうん、なるほどと思ってます。なるほど、例えばですよ、はい、あの俺の、うん、みたらしさんという人がね仮にいたとして、うんうん、俺のみたらしがっていうと、うんうん、なんかもうそれだけでいかがわしくないですか。まあ確かに、確かにね、あの多分想像してるのはみんな同じだと思うんですよ、それ聞いただけで、うん、でもどこまで下げれば、うん、あのいかがわしくならないのかというのを今日突き止めてほしいです、うん、なるほどね、このものの数分の間になるほどねなるほどね、なるほど。ということであのいいラインをなんかいいラインか候補ね欲しいんですよ、はい、おお、例えばなんかそうね、あの俺のシリーズでいくと、うん、俺のエクレアとかね、うん、まあ、なんかすごい大きいエクレアとかだったんですけど、それがまあ俺のならまあまだ食べ物っていうか、まあそういう商品があるの知ってるんですけど、俺のソーセージだったらダメだもんね。もうそうですね、言ったらね、例えばあの夜のエクレアって聞くとなんかもうちょっとダメじゃないですか、うん、なんか知らんけど、そうかなこれは個体差ありますか、うん、個人差ありますか、もしかして僕はなんかもうちょっとダメな、エクレアはグレーかもしれんね。あなるほどね、人によるかもしれん、うん、夜食べ物系はねちょっとあれなんだな、うん、夜のあれ今って夜のって攻めてたっけあ、どっちでもいいですよ、俺のでもそうだね、はい、夜のにしよっか、夜のに絞ります。夜の難しそうなんでそっちの方が、夜のあんま考えすぎたらあかんな、これだ。夜のチーズパイとかやったらセーフで、ね、ああもうダメですね。ダメなんだ、パイって入っちゃってんで夜ね、はい、夜の目玉焼きとか、ああもう丸いんでダメですねまああの形もおっぱいですもんね確かにそういうことにしていきましょう。夜のモーニングルーティンとか、ああもう矛盾してるんでダメですねそれはね単純にもうちょっとあのハライチみたいにやってもらってもいいですか
いやそれ澤部側に非常に圧がかかってくるんで、うん、ちょっと要相談なんですけど、夜のゴム、あー朝のゴムはなんだ朝のゴムはもう紙ですよ、紙に巻くゴムですけど、夜のゴムはあれね、佐賀オリジナルですよ。あ、じゃあもうダメじゃんダメか、じゃあダメじゃないですか。なんだ意外とね、これ期待してた割にあんまり思いつかないなもっとポンポン出てくると思った。夜の体温計とか、ああなんかいいとこついてきたな。なんかちょっとやらしくない？いやでもやらしいですね、全然やらしいです。何も出ないよねそのものとして浮かぶものがこれいいじゃん。あ、なるほどね。いや、うん、でもそのなんだろうな、ものとして出るかどうかと、そのいかがわしさを感じるかどうかはまた別なんで、うん、で僕が知りたいのはそのいかがわしさをギリギリ感じないラインなんでダメです。夜の聴診器、あもうダメです、全然ダメ、いかがわしすぎます。夜のレインコートとかなんかいいとこついてきたな、うん、とうとう、うん、あだいぶいいんじゃない、だいぶ確信ついてる、やばい、もう暫定1位です。 いけるな、これ超えれるの、いけるな、まだ三谷さん的にはなんかないの夜のエアコン全然エロくないし、何もエロくないし圧倒的エロくないんだけどこれはちょっとエロくない側に振りすぎました、ちょっとギリギリが欲しいんでね。夜のウェットティッシュとか、ああウェット、それはもうウェットにね引っ張られちゃってますね、確かに。いかがわしさがそこに凝縮されてますでもレインコートの方がしっくりくるな。あそうなんだ、レインコートいいんだ今意外だな、きました、ね、なるほどね、感じ方ですからね。まあ、夜の生足、いやもうアウトでしょアウトか、それはもう生足っていう単語だけでちょっといかがわしいんでアウトです。夜の牛タン、ああぽいね、いいんじゃない、いいんじゃない、680円、大好きよってねあーいいな。夜のそうだな、夜遊び、ああもういいな、それはただいいアーティストですただいい夜の夜遊びね、夜の夜遊び普通だな、普通だな、朝を教えてくれ、うん、夜の海風、あーエモいね、エモいよね新しいの入ってきたな、それも海風側がエモすぎて夜のかき消してますね夜のあの公衆トイレ臭いなまあそうだな、夜の目覚まし時計、おお、エロくないな、エロくないな、エロくないな、それはエロくない、夜のストッキング、いやそれはもうちょっとエロすぎるんで、エロすぎるんか、むずいな、すぎですね、夜の歯ブラシ夜の歯磨きじゃん、それただの寝る前だわ、単なる寝る前の歯磨きですね、それは。夜のこれ最後、いや最後か、なるほど、はい、夜の青缶アウトでーす。はーい、ということで難しいね、はい、これリズムに合わせたりやったりしたらねいいよね。あそういうゲーム、うん、ゲームもう、あもうじゃあなんだ、見たから始まるリズムに合わせてとかね。その世代ゲームにはね、我々世代しかついてこないので、やめてください。うん、まあ、でもこれあれだ、実際ね、飲みの席とかやったらちょっと面白い。確かに。飲みゲーとして非常にいいんじゃないでしょうか。うん、リズムよくひたすら言っていくという。そう。コングラスレーションとかね、出たり。誰が出したんですかねそれは分かんないけどね、その完全にプレイヤーがさ、その結局エッチなところは行っちゃダメみたいな、なるべくエロくない、はいはい、うん、でもエロくなさすぎもダメ、そうそうそう、はいはいはい、
でもギリギリ攻めたらもうコングラスレーションってみんなから称賛される。審判いるな一人。これおもろいな、これこれできるわ。皆さんぜひね、あの夜のゲーム夜のゲームはアウトですね、はい、でもいいな、ネーミングセンスとしては完璧だな、うん、夜のゲームという。そう、じゃあこれ女の子とかとやったらね、もう本当にお持ち帰りできますからね、これ多分夜の持ち帰り、そう、合法的にね夜のお持ち帰りができるというわけで、一つゲームを開発してしまったということで。そうだね、皆さんぜひ夜のゲームやってみてはいかがでしょうか、うん、ちょっとリズムだけはねちょっと考えなきゃいけないけどね。結構ねゆっくりめにやってほしいですね、これあのポンポン出てこないんで。うん、人数が少なかった時はもうカオスですからね3回に1回とか回って来られた日にはもう神羅万象の単語をぶち込むだけですからね。そう、夜のアインシュタインとかもうエロさのかけらもないですからはいはい、ということで皆さん、はい、ぜひやってみてください。やってみてください。それでは夜のいってらっしゃい。夜のいってらっしゃい。